ホットモットフィールド神戸です。オリックスバファローズ対福岡ソフトバンクホークス、この試合の模様をお送りいたします。バファローズの先発はルーキーのソタリ、対するホークスの先発は右のスチュワートジュニア、以上の両先発。さあ、まもなくプレイボールです。バファローズピッチャー交代です。ソタリ降板、右の横山、今日2番手としてマウンドに上がります。ホークス打線相手にどういった投球を見せるのか。ホークスリードで迎える5回です。ツーアウトランナー1塁という場面で渡辺、第2球投げました。見送ってストライク。これで追い込みました。追い込んで投げました。外、空振り三振。5回の表が終わって3対2、ホークス無得点で終了です。試合は後半6回に入ります。トップバッターは井上、今日は三振とライトフライ。第2球投げました。外角低め、縦のカーブ外れてボール。投げた、まっすぐ空振り、タイミング合いません。第4球は打ちました。レフトへの打球掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。左バッターボックスは9番三森。第9、投げた、ストレート見送ってストライク。さあ次の投球、2球目空振り、これで追い込みました。投球はこれから3球目、打った、レフトへ行った、取りました。これで2アウト、ランナーありません。バッターはトップに帰って正木。第9、ストライク、初球ストライクからインロー空振り、これで追い込みました。投球は3球目、投げた、ボール。第4球を投げた、落ちる球、見逃し三振。横山、最後は見逃し三振に仕留めました。6回の表が終わって3対2です。これが進化した。ホークスリードで迎える7回です。バッターは牧原。第9、投げた、初球見送ってストライク。まずは決めてきました。第2球、投げました、変化球はアウトローへ、ボール。投げました、直球決まってストライク。次が4球目、投げました、打った、センター前に出る、ヒット。牧原、ナイスバッティングです。先ほどのプレーです。ホークス代走を送ります。イヒネ一塁に入りました。バッターは3番柳町。第9、初球はストライク、まずは入れてきました。1球目ストライクから第2球、打ちました、打球は左中間に上がっている、これはヒットになります。中継、柳町、いいバッティングを見せました。ピンチを広げてしまいました。左バッターボックスは4番郁美。第9、投げました、まっすぐ見送ってストライク。投球これから2球目、いいハイ、空振り、タイミング合いません。第3球を投げました、ボール。第4球を投げた、外角低め、空振り三振。バッターは DH のホーキンス。第9、投げた、ストライク、まずは決めてきました。第2球、投げた、見送ってストライク。さあ2ストライクと追い込んだ、投げた、外れた、ボール。投球これから4球目、落ちるボール、見逃し三振、ギリギリのところに決まった。ここまで2安打のリチャード。第9、ストライク。第2球、投げた、2球目ストライク。第3球を投げました、見送ってボール。次が4球目、投げました、ボール。さあ投球は5球目、打ちました、グラブ弾いた、渡辺今拾った、ライトバックホーム、リチャード、ナイスバッティングです。バファローズなおもピンチが続きます。満塁のピンチで迎えるバッターは渡辺。ここまで2打席連続三振。低めいっぱい、ストライク。第2球、ストライク、これで追い込みました。第3球を投げました、ボール。第4球は変化球、空振り三振。満員のホットモットフィールド神戸、
スタンドからジェット風船が勢いよく舞い上がりました。バファローズ1点差に届かず敗れました。福岡ソフトバンクホークスが勝ちました。勝利投手スチュワートジュニア、西武投手杉山、敗戦投手ソタニ。さて本日のヒーローはリチャード。本当に今日は大活躍でした。